アメリカが台湾へ、ついに動きました。チャーター機ウルフハウンドを使って輸送したのをキャッチしました。今回、この台湾への極秘物を詳しく見ていきます。それと、台湾へ、輸送の仕方が、今までとちょっと違うんですよね。2021年7月20日午後0時14分頃に、台湾の首都台北にある桃園国際空港に、米国在台湾協会 AIT がチャーターして、前日の午前に、フィリピンのニノイ・アキノ国際空港を出発した民間機が着陸した。また、7月15日にも、同じ台北にある松山空港に、アメリカ軍の輸送機 C-146、ウルフハンドが沖縄にある嘉手納基地から9時30分頃に着陸しており、これに対して中国の官製メディアとされるグローバルタイムズ、環球時報がすぐに反応した。環球時報は20日に着陸した AIT のチャーター機がアメリカ軍の C-130 輸送機を民間用に改造した機体であることを指摘した上で、5日前に軍用輸送機が着陸した直後に、再び、アメリカ軍用機が台湾に着陸したのは、たとえ民間機に改造してあるとは、いえアメリカによるサラミ戦術であり、台湾の分離独立を目指す勢力への誤ったサインを送る重大な挑発行為であるとしている。サラミ戦術とは、かつて、ハンガリー共産党のラーコシ・マーチュー社が発した造語で、敵対する非共産主義者たちを、サラミをスライスするかのように殲滅すると発言したもので、アメリカ軍が台湾に軍用機を着陸することを積み重ね、サラミをスライスするかのように中国の台湾における権益を削ぐとしたものである。かつてこの戦略を好んで用いたのは、第二次大戦後から東西冷戦終結までの東欧、ソ連、中国でいわば共産主義国のお家芸とも言うべき戦術であり、中国においては、今でも、このサラミ戦術を上等戦術にしていると思われ、例えば香港であったり、南シナ海への海洋進出であったり、尖閣諸島への海峡局艦艇派遣であったりと、サラミを薄くスライスしながら、既定事実を作り上げていて、中国側が、その言葉でアメリカを非難するのは滑稽ですらあるとの声もある。今回指摘された民間チャーター機は、そもそも、アメリカ軍の130輸送機を民間用に改造したもので、このロッキード・マーティン社が製造している、ターボプロップ4発エンジンのプロペラ機は、その初飛行から65年以上経った今でも、世界69カ国で使用されている。民間機としては L100 と名付けられ、1992年までに114機を数えて、生産を終了しているが、最新型の C-130J の民間型 LM-100GA が形式証明を取得して、2020年から引き渡しが始まっている。なお、今回のチャーター機がどちらのタイプだったかは明らかになっていない。今回の飛来について、台湾の自由新報などの報道によれば、15日に、松山空港に到着した C-146 と、20日のチャーター機は、7月12日に台湾に赴任して、2週間の隔離期間中であるサンドラ・オードカーク台北事務所長への荷物を運んだものであるとして、そのすべてが外交功能にあたるとしている。外交功能とは、クーリエ・クレルと呼ばれて、外交業務の一環とされ、本国と各国の大使館と公使館等との間で、外交文書などを運搬する業務のことを指し、今回の2度の輸送機による運搬は、アメリカの在台湾大使に相当する台北事務所所長との間の外交業務であるとするなら、何の問題もないのであるが、中国は台湾を自国領としているのであるから、受け入れることはできない。中国国防部による20日の AIT のチャーター機に対するコメントは、まだ出されていないようだが、15日に台湾に飛来した C-146 ウルフハウンドに関しては、台湾は中国の一部であるため、
外国軍用機が着陸を求める際には、中国政府の許可が必要であると、アメリカの行動を非難する声明を報道官が発表している。このように、中国サイドがアメリカ軍の輸送機 C-146 の飛来に神経を尖らせるのには、もう一つの理由が考えられるとの声がある。ターボロップ双発の輸送機 C-146、ウルフハウンドは、実は、メリカ製ではなく、ドイツのドルニエが開発した、フェアチャイルドドルニエ、ドゥ328、であるが、アメリカ空軍では、この機体を、空軍特殊作戦コマンド部隊、エアー、フォース、スペシャル、オペレーションズ、コマンド、アフ属で使用している。この空軍特殊作戦コマンド、アフ属は、紛争地域への潜入支援、対テロ作戦、などの他に、メディアなどを利用した、心理作戦などにも長けている、部隊であることから、中国側が、神経を尖らせる理由は、12分にあり、環球時報では、C-146 派アメリカ中央情報局、CIA が利用している噂があるとして、警戒が必要であるとしている。アメリカ軍としては、単純に荷物が少なかったから、C-130 などよ。も小型である C-146 を向かわせたとも考えられるが、やはり艦。得て、この、ウルフハウンドを使ったことは、中国に対する、何らかの意図や目的があったのかもしれないと考えられるのだ。そして、中国は、15日の C-146 の台湾飛来について抗議するとと。も、に、アメリカが、このような火遊びを続けるのであれば、やがて厳しい結果がもたらされるであろうとして牽制し、その翌日の16日に、中国陸海軍は、台湾海峡に面する、福建省の沿岸において、大規模な合同上陸作戦の演習を実施して、アメリカと台湾を牽制したのである。この7月16日の上陸作戦演習は、前日の C-146 の台湾飛来に絡んでの、アメリカや台湾独立勢力に対する警告とする見方が多いが、香港メディアのサウスチャイナモーニングポストの電子版によると、過去10年間の中国海軍によって実施された演習について調べたところ、2017年以降は、台湾を標的としていると思われる演習が増えているという。今回の上陸作戦のように、明らかに、近海での上陸作戦を想定している演習が多く、遠洋での演習は減っているとして、2021年4月に就役したゼロ、75型強襲揚陸艦なども含めた上陸作戦能力の向上に努めていると言われている。16日の演習の他には、9日から10日にかけて、台湾侵攻の主力となると想定されている中国陸軍の第73集団軍が中心の演習が中国国営テレビで報道されたほか、中国東北部管轄の北部戦区所属の海軍戦闘爆撃機を用いた機雷投下による海上封鎖訓練など、台湾有事に関連する演習が立て続けに実施されている。中国海事当局からは、台湾北方 250km の浙江省沖の海域で、実弾演習を実施するとして、16日から21日まで航行を禁止するとして告示しており、一連の演習は最短でも21日までは続けられるとみられている。また、最近の中国の動きについて、尖閣諸島に目を向けると、中国海峡局艦艇による尖閣諸島の接続水域航行は7月20日には確認されず、157日間連続で現れていたものが、ついに途切れ、その後も確認されていないようである。この海峡局の行動が、23日に開幕した、東京オリンピックを意識したものであるのか、あるいは、何か、他の意図があるのかは、不明である。中国は、
2022年2月に北京で開催される冬季オリンピックが控えており、それまでの間は悪影響を与えるような事態を避けたいはずである。そのため、東京オリンピックの開催期間中は、尖閣への海峡局艦艇の派遣を控えると思われ、さらに、2022年の北京オリンピックの成功までは、南シナ海での活動や台湾への挑発も控えるのではないかとの見方が多い。ただ、それ以降については、どのように動くか予断を許さず、日本は安心することなく、各方面における防衛体制を確立しておくべきであろう。